はい、白です。今回もまた久々のね、動画の配信になりまして、申し訳ないですね。まあ、その経緯については、またね、いろいろ私の中でも、おいろんなことが起きたので、まあ、それについて後半の方でね、話をしていこうかなと思います。まあ、今回は、焼き鳥が食べたくなった、お料理が美味しく焼ける水素グリルというもので、FC エキスポ2023年、もうね、だいぶ1ヶ月以上前の話にはなってしまうんですけども、 そこの中で、林内さんがこういったね、えー、グリル水素で、ね、燃やせるグリルを作ってきたよという話ですね。で、FC エキスポ2023のトヨタブース内にコンローやガス給湯器を手掛ける林内が出店していた。よく見ると IH 調理器と業務用のようなガスグリルを展示している。グリルは水素ガスを燃やすものだった。IH 調理器の電源は下半式の小型 FC モジュールだということですね。 これが、下半式の小さなね、こうやってモジュールがあるんですけども、あ、違うね、IH 調理器の電源はですね、FC モジュールだということで、すね電源はそういうことですね。で調理台の上には IH のプレートと直方型のグリル、下の方には冷蔵庫が設置してあった、あ、冷蔵庫ですね。そこの方が水素カートリッジを内蔵するタンクユニットと、タンクユニットから水素によって電発電するには FC ユニットが必要だということですね。 タンクユニットと F 発電ユニットは一応ホイールがホイールと取っ手が付いており、かはできる設計になっている。ただし、現状発電ユニット FC は 100kg 近い重量があるということで、これはか半できるといっても相当な重さですね。ホイールが付いているので運べない重さではないが、コンセプト展示なので軽量化はこれからだということですね。 で、タンクユニットは2022年6月にウーブンプラネットこれは静岡県の方でトヨタがね、やろうとしているあの都市構想ですねうん。で、そこで発表したポータブル水素カトリッジ2本を2本収納するということですね。ここですね。で、これに減圧ユニットが加わり、ガス代や発電ユニットに水素供給。タンク1本あたりの水素重量は 200g。この1本で展示の グリルは15時間ほど燃焼を続けることが可能だそうだ。そう発電ユニットは AC100V3kW の出力という仕様になっているということですね。で、えー、水素グリルは核酸燃焼方式だそうで、水素と空気の混合気を火花で点火すると。水素燃焼の火炎は無色で見えにくいので、グリルの素材にナトリウムを使い、えー炎、炎色反応でオレンジに見えるようにしていると。えー、そういうことなんですね。 青白いガスより温度が低そうに見えるが、コンロとしての出力は 3.6kW、えー、約 3000kcal ロロだそうだということですね。水素ガスの炎は適度に水分を含んでおり、肉などを直火で炙ればかなり美味しく調理できるという。展示されていたグリルが飲食店向け業務用の形なので、これで焼き鳥を焼いたら美味しそうだということですね。<laughs> うーん、まあ、下半ユニットですからね、外でやるっていうのもできないことはないでしょうけれども。 現状、この水素の、ね、タンクがいくらするのか、水素を、ね、充填した状態でどれぐらいするのか、まあ、15時間できるということですけど、うまあ、当然ね、今の状況では LP ガスですとか、あそういったもの、LPG ですよね、そういったものによりは、まあ、値段は高くなってしまうということですよね。だから、お焼き鳥が美味しく焼けるかもしれないけれども、なかなかそこまではね、これはまあ展示物ということで。 えやってるもののなで、まあ今回はね、ちょっとこの説明については軽くね、済ましておこうかなと思いますし、皆さんはどう感じてるかっていうところもあると思います水素がね、やっぱりこういったグリルでも使える、まあこれ IH でも使えるんだけど、グリルとしても使えるという、両方使えるっていうのはなかなかね、 画期的かなというところはありますけど発電ユニットをつけたりとかそこら辺の軽量化ですとかねコンパクト化っていうのはうんまあどこで使うかにもよりますけど必須かなというところはあると思いますこういうのはねだん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 こう軽量化になったりとかコンパクト化したりとかねシンプル化する可能性は秘めてるので、まあ、今後はねあの水素の値段も含めてどうなっていくかっていうのはあのまあ、見守っていきたいかなという感じですよねで まあこのチャンネルもそうですけど私もいろいろ情報を収集したりとかしてですねどうのようにやっていこうかということと今までやってきたことの方向性がですねかなり間違っていたことっていうにやっぱりいろいろねこの、まあ、コロナの問題とかもそうですけれどもあのこの活動をねしていく中で私自身はその前にもねいろいろ言って であの聞いてる方も覚えてる方もいらっしゃるかもしれませんけどもこのチャンネルをね立ち上げたというのはです、ね、やっぱり東日本大震災によって、まあ、非常に大きな侵害というかです、ねえー、影響を受けた、まあ、東北ですよねでそれと福島第一原発の問題原子力発電所をやるのかどうかどうしてこんなに作られてしまったのかとか ね、それについていろいろ調べてったりとかそれに代わるものとしてじゃあ太陽光が出てきましたよねとかで福島ではね今は水素を作るためのその太陽光発電からねやっていくものっていうのがいろいろできていいんじゃないかなという形で、えー、そういう情報発信をずっと行っていたところなんですけれども、あのー、今回ね一番衝撃的だったのは。 まあ以前からね、ちょっと武田先生、武田邦彦先生なんかはですね、えー、太陽光発電はもうやっちゃいかんよと、日本では全然向かないものなんだということの話をですね、いろいろしてたんですけれども、で、それについてですね、えー、いろいろ見ていたらですね、太陽光パネルの問題ですよね。 太陽光パネルというのは、やっぱりそのケイ素とかですね、まあ、いろんな素材を使うんですけども、にほとんどが、ね、中国が今握ってるということですよね。で、中国はそれを生産して外国に売りつけることによって、まあ、これはあのパネルを交換してね、またね、使うという部分においてでもですね、商売的に非常にうまくいきやすいということではあるんですが、問題は、本来の,その太陽光発電で作られる電気というのはですね、ほとんど使えてないというのが、 日本ででも現状なんですよねでどうしてかっていうとフィットの制度これも散々ねあの過去の動画ではやりましたけれどもまあそれについてこうね投資案件として使ってる人が非常に多かったなっていうところまあそういう説明でね販売戦略を行ってきたっていうところがあるんですけれどもあの一番の問題はその電気代をなくす。 部分として浮かせる部分として、その設置代金をペイできるのかというところなんですが、フィットを使ってですね、しかもそれもあの結局は、ですね電力会社が買い取るって言ってますが、その買い取った値段というか代金をですね私たち、えー、自分たちにこう跳ね返ってきちゃってるということですよね、要するに再生可能付加金という形で計上されてるんですよね。 で最初の頃はもう何円とか数円とかそういう程度だったんですけど、メガソーラーがどん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 出来上がっていく上でですね、ものすごい値段が上がってきてると。でやっぱりこれチェックするとね、本当にそうなってるんですね。で、これも意図的にいろいろうまくやられてるのがあって、今までは電気、電力会社もですね、まあ、新電力に切り替えたときに特にそうかもしれませんけれども、紙で送ってきてたんですよね。まあ、東北電力とか東京電力とか。 でそれによって、まあ、記録している方なんかまめな方なんかはですねで電力料金っていうのをあの紙とともにですね、えー、取っておいて、まあ、いくらいくらっていうふうに記録している人もいらっしゃるみたいですただねあの紙をなくしてしまったりとか別にその電気料金だけ記録しているっていう人もい,いると思うので電気料金が何で上がってきたのか という部分では、ちゃんと把握できてない部分もあるんですけど、再生可能エネルギー付加金というのがですね、どん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 上がってきてるわけですね。で、これも、やっぱりそのうち金と記録していないとわからないということもあるんですが、今回私が一番感じたのはですね、牛野敏明さんが大阪府知事選に出馬したんですよね。で、残念ながら落選してしまったんですけども、その時に行っていた街頭演説の中で、上海電力のことについて、 さまざまな調べたところをですね、街頭演説で言ってくれてました。で、あれもですね、えー、上海電力スキームという形であの、非常にうまく工業にですね、法律の穴をついたあ上海電力がですね、えー、全国的にそのメガソーラーを建築するやり方をですね、作ってしまったんですよね。で、えー、どうやったかというと、まあ、この吉野先生の敏明さんの、お 演説を、ね、聞いてもらった方が正確な情報として取り入れられるんですけども私が今現状で、ね、こう理解している上では結局間にです、ねえー、別の会社を最初通して FIT を使ってです、ねえー、まずは FIT 制度というのをうまく取り入れた状況でメガソーラーを建築するという許可を、ね、得るんですねで2009年ぐらいから始まったと思うんですけども あのちょうどあれですよね、東日本大震災が入る始まる2、3年前ぐらいから、確かフィットっていうのは始まったと思うんですが、2011年ぐらいからですね急激に伸び始めたんですよね。で、その前に、その上海電力スキームというのをですね、えー、やっぱ大阪の先島ですよね、えー、とか前島とかですね、あの辺りで、あのー、やり始めたらしいんですよね。で、最初は日本の会社名だったんですけど、実は、 あの社長が中国人の方だったりとかしてですね、えー、実態がちょっと怪しい会社を2社、しかも入札もです、ねえー、2社しかなくてですね、あのー、入札の金額にプラス1円で入札されてるっていうね、これどう考えたって、背景が、ね、おかしいっていうことですよねで。その背景から橋本徹さんなんかがやっぱりその上海電力スキームというのを多分、分まあ向こうのやり方でね、えー、やらないかということで持ちかけられて、 まあ、利権を取るためということもあるし、大阪維新の会というところが、ですね、東京からの利権が取れなくて、大阪で利権構造を作ろうということで、始めたのが最初のきっかけじゃないかなと思うんですけども、問題はですね、それが全国的にこう展開されて、結局、その上海電力が最初に入らなくて、他の別の、これも中国人の息がかかった。 会社ですよね。これ人的にもそう資金的にもそうかもしれませんけれどもそういうところによって最初買い取られてで結局は株式交換ですとか中身を変えられて上海電力に結局は買い取られてしまうとそういうスキームをですね全国的に行われてしまったということなんですよね。でこれもですね私も今ちょっと最近自分で行っていることの一つとしてまあ行っているというかねあの、まあ、趣味的なものとして。 最近乗り鉄になってるんでですねね自分ねでいろんなところを電車でこう走っているんですけどまあね地方に行くと本当にひどい状況ですよねそのメガソーラーっていうのは。であれがきちんと発電されて民地域の、ね、方にまだ電力源としていってるんなら別ですけどもほとんど全量がですね電力会社に買い取られてっていうことになると思うんですね。 でその調節ですとか送電網を管理するコストなんかを考えると、まあ、全然ペイできないわけですね。ただフィットによって、えー、電力会社はその電力の買い取った電力の値段っていうのをですね払わなきゃいけないということになってるわけですね。しかも作ってから10年間とか20年間かな。昔は20年だったんですけども。で、それは結局その電力料金を支払ってる、ね、皆さんに。 再生可能エネルギー付加金という形でね、プラスされてるわけですね。で、しかも20年固定ですよ。で、こんなおいしいな、おいしいね、投資商品はないということで、飛びついた人たちもいっぱいいて、で、まあ、日本人の中にもいたんですけどね、そういうスキームがあるということで、飛びついたんですけど、結局はそれね、あんまりペイできないんですよね。うん、だけど、ペイできなくたっていいんです。その上海電力っていうものが、自分たちの国、国営の企業ですよね、それが、 その太陽光パネルを、あのー、日本の、ね、お金を使って設置させてで、さらに最後は自分のところで、えー、管理できちゃうようにするということがす,ばらすごいまずいなということだったんですよね。でしかも、ですよで、この設置した太陽光パネルっていうのはです、ねまあ、10年ちょっとぐらい経てば結局廃棄する問題になるんですね。でこの廃棄の時に非常に問題があってですね、えー、その太陽光パネルの 成分をこう廃棄するときにですね、なかなかそのきれいに解毒できないらしいんですよね。で土の中に埋めるって言っても、やっぱ毒素が強くて、なかなかねあの、廃棄できないときちっとですねで。そういうスキームはね、まだ確立されてないらしいんですよね。だからあれだけ日本の国土の中に、狭い国土の中にですね、メガソーラーっていうのをどん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 作ってしまって、 で、廃棄の問題っていうのもないは、ない上に、そういうことをやられてしまったということですよね。しかも電力をしっかりと出してないということです。で、設置代金やら、その作った電気料金っていうのはですね、自分たちの電力、払ってる電力料金の中に上乗せされてると。だからもちろんね、ウクライナの戦争とかで、えー、石油だとか石炭だとか、 あるいはガス,ガスですよね、そういったもので、火力発電って今、日本というのはほとんど動いているんですけども、その料金が軒、ね、並み上がってきてるっていうところもあるんですが、実はそこの付加金で、えー、電力料金が上がっているということらしいんですよね。こういった問題っていうのは、本当、賛成党ができて、えー、きちんと調べてですね、街、ま、頭、あ、演説っていう形ではありますけども、言ってくれる政党はどこもなかったわけですね。 これは当然、やっぱり利権に絡んでくる話なので、自民党も公明党もですね、やっぱり言えないということですし、それは他の政党も全部言えないということですね。これはね、一番分かりやすいっていう部分では、やっぱり567の問題ですよね。私も散々、567の問題っていうのはあお話しさせていただきましたけれども、あれもですね、えー、全部利権絡みですし、まあ、上からの,その命令っていうのはやっぱり強力すぎてですね、 どこも反対意見を言えなかったというところなんですよね。それぐらい日本の中ではですね、もうタブーの問題になっているということですよね。これね、いまだにすごい力を持ってるというか、やっぱり分かってない人が多いのかなっていうぐらい感じるのは、昨日なんか私ね、えー、今日は4月の25日ですよ。で昨日ちょっとであの仕事休みだったんで出かけてたんですけども、 まあ、歩いてる人、デパートの中とかもそうですけども、ほぼほぼ全員まだね、マスクしたまんまですよ。ほぼ全員ね。たまーにいますけど、ちょっと暖かくなってね、あのー、マスクしない人がちょっと増えたかなと思ったんですけど、またね、寒くなると急に増えるんですよね。急に増えるっていうことはどういうことかっていうと、寒くて、もしね、コロナになった場合に、やっぱり大変だなと思っている人が多いんですよね。で、職場でも、 温度を測ったりだとかあの病気になった時にねあのどうするどうやって対処するかみたいなことをねやっぱ言われるので今私が働いてる会社でもですね出勤前っていうかね仕事前にね必ず体温を測るっていうことをやらされるんですよ、ね、やらされますだから体温が高かったらですね仕事出れないんですねうんだから体温が高いことがまずいことだ あるいはコロナの前兆だっていうふうに思われちゃうわけですね。じゃあ体温が高かった場合どうするのかっていうと、やっぱり病院に見に行きましょうということで、まあ当然 PCR 検査されますよね。陽性だった場合にはコロナと判定されて、まあ下手すると1週間ぐらい仕事できないということになります。私もね、実際去年の冬場ですね、えー、コロナにかかってですね、結構大変な思いはしました。4、5日はもう熱も下がらなかったですし、大変だったんですけども、でもね、 まあ確かにきついかったですけども感覚が麻痺するとかしねあの味が効かなくなるとかいろいろ副作用が出たりとかそういうことはあのなかったですねもちろんこれはちくわを打ってなかったから自然免疫で治したっていうことだるんですけどもあのちくわを打ってたとしても同じような感じなんですよ 全く出ないかというと分かんないですけどね、その人がかかってるかかかってないかっていうのはね、熱が出なかった、出,出てる、出てないっていうもので判断してるんであればですけれども、あのコロナ5、6、7かかってるかどうかっていうものもね、あの個人的に判断する部分ではありますので、最初のきっかけとしてはね。なので、難しいところですけれども、ただね、やっぱりこれだけ世界中で WHO もですね、あの そんなに怖いもんじゃないよといようことでででで発表されているんすすけど、日本では一切しないですよね。もうものすごい数の方がもうちくわも打ってしまってるのでこれからはそのちくわ打った方がどのようになっていくかっていう部分を観察していかないといけない自分自身の体をね観察していかないといけないっていう状況にはなってると思いますけどまあ中にはねあのちくわはやっぱりバイオテロだっていうふうに言ってる方もいます。 まあ5年以内にほとんど死んじゃうんじゃないかなんて言ってる方もいますけれども確かにねここ12年で超過死亡数っていうのはものすごい増えてるこれは事実なんですよね厚生労働省も発表してますけれども去年がおととしが6万人で去年が14万人ですよその6万人増えたよりも14万人増えてるということですから、まあ、計20万人増えてるっていうことですあの超過死亡数はね この数は事実なわけですよね。で、これは、あのー、先ほど言ったね、えーと、東日本大震災ですね。ここで約5万人の方が亡くなってるんですけども、それが4回起きてる計算になりますよね。今日一昨年だって、えー、1回起きてるぐらいの大きさなんですけども、それをさらに去年はですね、えーまあ、14万人ですから、 1.5倍ていうか3倍ですね3倍近い人間が多く死んでるということですよね毎年だいたい死ぬ数って160万人くらい170万人ぐらいらしいんですけどもそれにプラスしてそんだけ亡くなってるということですで皆さんもねちょっと年で今もねちょっとこう聞こえるかどうか分かんないですけど遠くでやっぱ救急車の音が聞こえるわけですよで救急車が聞こえる音が聞こえるってことは急病人が出てるっていうことですよね でこの数が異様に多くなってるっていうことを感じてる方はいらっしゃいませんかね。まあ、そういった変化、以前よりも、もういつものようにだん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 多くなっちゃってるんで、あまり感じないのかもしれませんけど、まあ救急車が多い、多く出動してるっていうのをね、すごく感じる方もいらっしゃると思うんですよ、中にはね。感じない方もいらっしゃるかもしれませんけど、でもね、実際その、 救急車の隊員がですね、えー、事故ってしまったなんていうニュースもちょっと前にありましたよね。やっぱりすごく働きすぎになっているわけですよ。で、彼らもね、下手したら、ちくわ打ってる方がほとんどでしょうから、あの、突然ね、調子悪くなってそういうことになる可能性もありますよね。ちくわを打って一番こう出てくる症状というかですね、えー、死に至る関係で出てくるのは、まあ、免疫力の低下によるターボガンですとか、 あとは、帯状疱疹で亡くなるということはないと思うんですけど、免疫力の低下でいろんな病気が起きてくると。あとは、血栓症ですよね。これ、若い人にも結構起きてて、えー、心臓麻痺ですとか、心臓発作ですとかね、心臓麻痺っていうのはちょっと違うのかな、あの脳梗塞ですとかね、そういったもので血液の循環が急に悪くなってですね、やっぱ滞ってしまって亡くなるというケースが非常に増えてるそうです。で、まあ、皆さんの周りでも、 1>, 1人2人はねそういう形でまあ年齢が上の方が多いかもしれませんけどこれからね若い人なんかでもね多分ちょっと出てくるんじゃないかなと思います若い人だって結構出てますけどねそういう病気というのはでまあこれでいい加減ねこう気づいてくれる人も増えたかもしれませんがまあ事実を知ったところでじゃあどうなるのかっていうことで絶望が結構増えてくるとは思うんですけれども あの今本当に日本っていうのはですねあの私なんかもまあこの動画でもよく言ってますけども参政党というねやっぱり党ですよねバックのいない、えー、まあ反枠だとかね、えー、カルトなんていまだに言われてるとは思うんですけどもね実際そう思う方もいらっしゃるかもしれませんあのテレビとかね新聞でしか情報見てない方っていうのは、まあ、ほとんどテレビとか新聞が嘘をつかないと思ってると思うんですが。 彼らはですね、もう戦後間もなくぐらいからずっと嘘をつき続けているところがあるわけなんですよね。うん。だから、それについてあなたはどう考えるのか、どう捉えているのかっていうこと次第だとは思うんですけども、気づいている方っていうのはですね、あのー、やっぱりそういうところを受け止めて、じゃあどうしたらいいのかっていうところになってきているとは思います。<laughs> すいませんね。 なので、まあ、これからどうなるかっていうところはあると思うんですけどうーん、なかなかね、ここの部分っていうのは、情報をフラットに見れる視点っていうのがすごく必要になってくるし、私もね、この動画のチャンネルっていうのを、あのまあ、太陽光パネルをね、こう称賛していた動画っていうのは、徐々に消していこうかなと思っております。自分自身も納得いかないしね、やっぱりそういったものを零算するような動画っていうのは、 まあ過去に作って知らなかったということはあるとはいえですね、まあずっと載せとく意味はないなということです。で、ここもね、そこら辺のところはどう変わっていくかっていうのは分からないんですけども、あのー、やっぱり今確実に言えるっていうのはですね、食の問題を少しずつ改善していくっていうのは私はすごく一番手っ取り早い問題かなということですね。それについて、まあ全く関係ない話になるのかもしれませんけども、 食がね、おかしいとですね、やっぱ正しい判断とかができないんですよね。うん。これは、あのー、気持ち的なものもそうですし、体力的なものもそうですけども、変なものばっかり食べてると、やっぱ病気になりがちなんですよね。で、考え方もおかしくなってくるっていうこともあるので、そこをまず改善するっていうで、あのー、私ね、これ以前にも、健康法の一つの三つの方法という形で、えー、いつも言ってますけれども、 一つ目は、まずね、健康になると決めるということです。決めるだけでいいんですよ。あの、みんなね、健康を害したいと思っている人っていうのは、まあ、普通に考えていないとは思うんですが、それをね、どう天秤にかけるかなんですよね。例えば、あの、おいしいビールを飲みたいということで、えー、じゃあビールが飲めなくなるぐらいだったら、死んだ方がマシだとかって思う人だったら、ビールを飲み続けますよね。うん。で、あと、甘いものですよね。 甘いものは別腹だっていうことですけども快楽を報酬系に入ってしまって脳を犯してしまうっていう吉野さんのね、えー、演説を聞いたりするとあやっぱ甘食べちゃいけないのかなっていうふうにね思ったりするわけですよ。甘みというのは口の中だけじゃなくて食道で感じたり腸で感じたりするっていうのも、まあ、吉野利明さんの演説で初めて知った言葉なんですけどもだから拒食症ですかねそういう方はですね あの,アメボの食べて吐くらしいんですねでその時に吐く時にもう一回甘みを食道ですとかあるいは腸の辺りでね感じるらしいんですねだからその快楽報酬系の部分を感じたくて、えー、食べたものをまた戻すっていう講義をするらしいんですけど信じられないなと思うんですけどやっぱりそういう患者さんを見てきてる先生がそういう風に実際おっしゃってるのでまあ実際私もね拒食症の人なんか過食症の人っていうのを見たんですけども やっぱり吐くらしいんですね。ある程度食べて。それを太ってるとか、痩せてるとかっていうのいろいろあるんですが、まあそういう理由で、えー、あそういう行為をしてしまうんだなと。そこを吐くっていう行為までしてしまうっていうことはすごいことですよね。皆さん吐いたことありますか吐くってすごい苦しいことですよね。ね。 僕はあの、やっぱりその病気になったとき、まあ、いわゆる風邪ひいたときとかもそうですし、気持ち悪くなってっていうこともあるんですけど、まあ、よくはねあの、飲みすぎてっていうことも当然あるんですよ、経験として。まあ、ものすごい苦しいですよ、吐くときってね。うーってね、まあ、あ、食事中の方に申し訳ないんですけども、ものすごくね、想像すると分かりますよね。だそういうことをせざるを得なかった、せざるを得ないっていう状況ですよね、大体ね。 あの食べ物がまずくてとか、まあ、ちょっと口の中に入れるのはよくなくてって吐くことってこともなるあるかもしれませんけどね。動物なんかはそうですよね。口の中に入れてとか、こう体の中取り入れてまずいと思ったらこう吐き出しますよね。まあ、それぐらいこう結構きついことであるんですけども、一回そういうことをしたらですね、もう口の中入れないっていう風になるんですけども、かえら、こう、報酬系である甘いものっていうのが、拒食症というか、あのね、そういったものとしてこう感じる上では、 口の中でなくて食道や腸でまた感じたいがために、体力を得たいがためにそういうことまでやってしまうということですから、相当すごいことですよね。ということも含めてですけれども、あの食事っていうのですね、改めていくと、まあ、まず健康になるかなというところに決まっていく、あるいは行動として移していく上で一番早道かなと思います。止まりかなと思える人もいるかもしれませんけど、実はそこが一番のところですね。で そういったことを踏まえて、えー、2番目はですね自分で、えー、悪いと思っている習慣とかね悪いと思っていることをやめると悪いと思っていることでいいです習慣ってなっちゃうとね習慣だけに、あのー、限られちゃうんですけど悪いと思っていること何でもいいですこれはねタまコを吸うことかもしれませんしお酒を飲むことかもしれません先ほど言った甘いものを食べることかもしれませんねうんでもその自分で悪いと思っていることって をやめるっていうのですね。大抵お金もかかんないし、い負担としてはそんなにないんですよ。金銭的なね負担というか、あるいは時間的な負担っていうのもそうですね。例えばですけど、まあそればっかりじゃないんですが、タバコをやめるってなると、金銭的にも浮きますよね。タバコを買わなくなりますから。で、タバコを吸うという行為、これは今お家の中とか車の中であったらいいんですけど、公共の場所ですよね。これは吸う場所がどんどんと限られてきますよね。 結構自由にできたパチンコ屋さんでも今できないところはかなり増えてますよね。うん。で、駅とかでもその数場所っていうのは限られてきて、そこにこう、すし詰めになったように、えー、で、タバコを吸う人がいっぱい増えてるとで。タバコは全部ね、体に悪いとは私は思わないです。あの、ストレス解消としてそれがね、えー、いいと思ってる方であれば別に、あのー、いいんじゃないかなと思います。 実際にタバコを吸ってですね80歳90歳まで健康的に健康的にっていうかどうかわからないですけども生きてる方もいらっしゃいますのでタバコを吸って肺がんになるってことはねまずないですねまああるないゼロじゃないですけど肺がんの増えてる原因っていうのは実はタバコじゃないよっていうところが出てきてるわけですよね今いろんなその吉野敏明さんなんかもやっぱがんの患者さんとかね、まあ、他にもい,いらっしゃるんですよ内海さんとかね内海さ えー、サトシさとんこの2人だけでも、ね、見るだけけででももね見る全然違うと思いますあとそういうねえっ、ー、と日本人でも情報を発信してる人がいらっしゃるので、まあ、もちろんがんの原因っていうのはねどうこうなんだっていうふうに厚生労働省さんが言ってるんですけども WHO なんかではですねフードって書いてあるんですね食べ物っていうことですだからがんの原因っていうのは食べ物が原因なんだよっていうふうにもう世界的には言ってるんですね まあ、WHO が全然正しい情報を伝えてるってわけじゃないんですけども他の国ではですねがんが減ってるわけですよねでそれについていろいろ調べればあるいは自分で情報を得ていけば自ずとですねいろ、えー、んなことが分かってくると思いますはいということでねちょっとまた話も脱線してしまったんですけども、まあ、実はねその賛成党っていうものを知って情報をいろいろまた違うところから得るようになって で今回ね、やっぱり統一地方選挙の時にもですね、まあ、特に吉野利明さんの大阪のいろんな問題について調べてもらった部分もそうですけどもね、まあ、以前から言われてた食べ物の問題とかですね、泉周さんなんかも、やっぱ応援演説でいろいろ来てたりしましたけども、やっぱりこう、全部を、ね、取り入れるわけじゃないと思うんですけど、情報の一つとして知っておくということはね、すごく大事かなと思います。 あのテレビとかラジオの問題っていうのはあのやっぱり偏ってるんですよね、うん。どうしてもこれだけを信じてもあの幸せにはなれないし情報として正しい正しいというかね情報として、えー、偏ってないものだけを取り入れるっていうことは不可能なのでやっぱり一番いいのは私は書籍だと思います。書籍はいつでも自分のね取りたいときに情報を取れるし自分のペースで情報を取りに行けるっていうこともあるんですけども あのー、やっぱり体系的に書かれてますしね編集の方が携わっているのである程度こういろんな人の目を通して出てきてるし科学的なものとかねそういったものを読みづらい読みやすいっていうのはあると思うんですが体系的にねいろいろ書かれてるものが多いですよねで作者の意向とか作者の言いたいことっていうのがかなり載せられてるっていうところが多いです、まあ、編集者によってねカットされるとか出版社によってカットされるというのは多少あるでしょうけれども あそこまで言えてる情報っていうのでね、日本で取り入れるっていうのはなかなか難しいかなと、私は思います。これね、あの YouTube とかでも相当で、ね、私もそうですけど、あの例のことをね、567って言ったり、お注射って言わなきゃいけないとかですね、そういった問題がやっぱりいろいろあるわけですよ。規制がかかって。で、えー 動画が削除されるぐらいだったらまだいいですけど、警告されてね、えー、チャンネルごと飛ばされたなんていうのもね、やっぱりいっぱいあるわけですから、それについて言っちゃいけないことっていうのをね、出し続けると、やっぱりその、ね、場所を借りてるわけなので、やられちゃうわけですよね。うん。ということで、私みたいに、チャンネル登録者数がいても見てる人が非常に少ないようなものだとですね、割と好きなようなことは、まあ、注意しながら言ってますけど、 う、読者がね、えー、登録者数が何万人とかっていうレベルになるとですねやっぱり言えることと言えないことっていうのは出てくるので非常に難しいのかなっていうところはありますよね。うんだけれどもこういった情報発信っていうのは私は可能な限りしていきたいですしやっぱり一人でもねこれ知ることを気づく人が増えないとこの世の中がですねやっぱりとんでもないことになっちゃうなっていうので、ね、肌で感じてきています。 まあね恐ろしいなと思ったのはやっぱりそのマスクしてる人の数ですね。あのー、ちょろっとですねやっぱりしてない人が増えてきたかなと思ったんですけどでもそうでもないですね。やっぱりね学校帰りの学生さんとか小学校のお子さんたちもそうですし、まあ、ほぼほぼ100%してるという状況ですよね。逆に取るといじめられちゃうっていうこともあるみたいですね。うんだからこれはすごいなと思って大人でもそうですよね。 あ,のあるその集団の中に入るとそういうことをしてない人っていうのはですねだからね私なんかは、まあ、これはみんなできるかどうかは分からない部分ですし多分ほとんどの人はやれないと思うんですけどもう前の職ではまではねやっぱりひどかったんですねそういったものがね。で、まあ、どうしてもほとんどの方があのちくわをね打ってしまった状況の中で訪ねなきゃいけないっていうことになった時に。 自分がややっってなないっていとうことをやっぱ言えないんですよね。うん、私はもうねあれに関しては、まあ、情報を得た中でね、えー、絶対にやっちゃいけないもんだなと思ってますし今後もあの強制的にやられない限りはもう絶対やらにたくないというものですよねでそこまでしてそういうことを貫きたくて前の会社を辞めて新しい会社に入ったということまでやってる人間なんですよそこまでできる人間というのはまあ私はちょっと 特殊なのもあるかもしれませんが、ほとんどの方は条件的になかなか難しいということもあるかもしれません。でも、私はもうそこから逃げたくても逃げたんですね。うん。どうしようもなんないですから、周りの人をね、変えようと思ったって、変えらんないですね。だったら自分が変わるしかないと思ったんですけど、自分が変わるってあって、そこの中になじめないわけなんで、じゃあ逃げるしかないなということになりますよね。うん。なので、 やっぱりそういった仲間というのは本当にこれからね増やしていかないとまずいということもあるので私はそれで参政党に入ったということもあります。もちろんその政治的なね部分で、えー、いろいろと共感できるところが政治っていうのは私も興味なかったですけどねはっきり言ってね。だけれどもやっぱり政治が変わっていかないとこの日本っていうのもですねやっぱり変えられないっていうこともあるし あの参政党の活動を通してですね、やっぱりいろんな講演会に出たりとか、あーいろいろね、参政党がこう推しているいろいろなアドバイザーの方とかよう、ね、地位を見る限りですねあ、日本の中にもやっぱりこれだけ気づいてる人いるし、やっぱりそのね、今回のちくわが一番分かりやすかったですけども、あの中にはやっぱりあの打ってない人ってかなりいらっしゃるんですよね。で日本の中には もう1回目からちゃんと打ってない分かってて打ってない人っていうのはもう多分うん数千万人2,000万人以下だと思われるんですよねうん。でやっぱその中の一部の人がやっぱり入ってるってことはもちろん打っちゃった人も多分入ってるとは思うんですけども一部の人がねこう入ってまして、まあ、2回目までで止めてるって人も結構ね一緒に話聞いてみるとねあったりするんですよ。 でそれについてもね、やっぱりすごいセンシティブな話で、やっぱり打ってるからどうのこうの、打ってないからどうのこうのっていうのもね、どうただ単に知らなかったっていうことだけだと思うんですけども、知って行動できたりとか、防げたりできたかっていうと、なかなかね、その人の状況とか条件によっても、いろいろ変わると思います。家族の問題とかね。うん。でも、やっぱり分かって本当に知ってしまえば、絶対そういう行動には移さないと思うんですよ。だって、体にね、訳わけかんないものを言えるよりかは、 別にかかっちゃった方が自然免疫によってですね、えー、防げるということですから。ね私だってもう一回かかってからはそんなにかかんないですからね。あの、5、6、7にはですね。まあ、かかったとしたって軽く済むでしょうね。うん、という感じなんですよね。で、それからはやっぱりその免疫力をさらにね、上げるような食生活。例えば、今だったら自然食、自然の作り方で作ってる野菜をちょっと求めたりですとか、なるべくその、 肥料なんかも、ね、使ってないような作り方。肥料って,言ってもですね、えー、私なんかも最近知ったのはですね、落ち葉と枝だけですね、それだけ、えーとなん、なんかの枝ですね、ちょっと忘れちゃったんですけど、それだけで作ってるお野菜っていうんですね、まあそんなに高いわけじゃないんですよ、あのー。普通に売ってるお野菜と変わらないぐらいの値段で、ただあのその農場までね、そんな遠くはないので、まあちょっと遠いかな、1時間ちょっとぐらいかかるところなんで、しょっちゅうは買いに行けないんですけど、 まあちょっとついでに行くっていう形で、あの、買いに行ってですね、食べてみると、まあ、全然味が違うわけですね。もう、人参なんか固くてしっかりしてますし、葉っぱも食べれますしね、当然農薬なんかかけてませんので、その代わり、あの、虫がいっぱい食べてるっていうのはやっぱりあるんですね。ナッパなんかも虫がいっぱい食べてるから、ちゃんと洗わないとお、虫も一緒に食べちゃうかもしれないっていうのはあるんで、えー、それを煮込んでですね、食べるともう、 葉っっぱなんかかもすごいしっかりしりてるわけですよねで匂いも味もしっかりしてるしなおかつちょっと食べただけなんですけど一番変わったのはですね肺弁ですね弁の出方が全然違いました、うん、これはすぐに分かるとこでしたねまあ弁っていうのは私はもちろん解説機能っていうのもあるんですけど悪いものをどん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 出してくれてるんだなっていうふうに感じてはいますのでこの辺なんかでもですねそういったいいものが入ると体のそういう機能が より働くのかなと思いました。う,ん、ということで、まあ、毎回毎回は無理だとしても、そういったものをう買うことによってね、その農家さんをサポートするっていうこともあるし、自分がもちろん健康になるっていうこともあるし、ね、そういうことを発信してですね、まあ、農家さんで作ってくれる人をこれからも作んなきゃいけないし、自分自身もね、もっと遠農っていう形でね、やっぱり関わっていきたいなという気はすごくあります。 やっぱり自分自分身でで作ななないといいととろんなことも分かししょうしね、手伝うことによってもう農家さんを助けるということもしてみたいですしねやっぱ食べることっていうのは私大好きなのでそういったことでねいろいろ感じてみたいっていうこともあるしそこにやっぱりもうちょっと時間と、ねえー、手間をかけたいなっていうこともありますので、まあ、これね一生続くことですからね、えー、食べることをやめたら死んじゃいますので、えー、人間が生きてる限りでねあのそれに関して いい方向で関われるってね、すごい幸せなことだなということもあるので、まあ、どういう形でどうように関わっていくかっていうのはまだまだいろいろ考え中なのでね、うん、いきなりまあ移住するってのもなかなかね難しいですしねやっぱりちょっといろいろ考えなきゃいけないことはいっぱいあるんですけども、まあ、そういったところをね自分で今できる範囲でちょっと考えてやっていくっていうのがすごく大事かなと思っておりますはい話はね長くなってしまったんですけども えー、そういった形でですね、このチャンネルがまたどういう方向に行くかわからないんですが、まあ、こういうね、水素を使ったものっていうのは、私も、まあ、今のところエネルギーに関しては悪くはないと思ってはいるんですが、これに関してもね、あのー、再生可能エネルギーだけでやっていくっていうのもどうなのかなっていうとことは、今考えてるところだし、もっと情報を集めてね、今後、そのいうな方向に行った方がいいのか、悪いのかっていうことは、えー、いろいろと考えていかないといけないなというところなんですよね。 はい、ということで話が長くなってしまいましたけど、えー、最後までね聞いていただいてどうもありがとうございます。では失礼いたします。